今、体調不良を抱えている方、ご自分が受けている診断、治療方針、こういったものに納得されてますでしょうか。実はですね、私の外来には、そういったことに不安を抱えてこられた方で、実は全然的違いな状態で治療されていた方、それからご自分が考え方をちょっと変えただけで、つらかった症状から解放される方、たくさんいらっしゃるんです。 それは患者さん自身の考え方の問題だったり患者さんを診療している我々医者の問題であったりそれからそれを支える、まあ、社会的なですね医療システムの問題だったりするわけですけどもこういったことでですね実は正しい医療行為を受けられていない方それから正しい生活が送れていない方結構いらっしゃるんです。そそんなな方にに気づきののののヒントとなるのがこのその診断を疑いいい病院難民について書いた 書籍なんですねでこの本を読んでいただけると時にはですね今信じてかかっている先生いい先生なんだけどもちょっとたまにはこう医者の浮気をしていただいてですね違う先生に見ていただくと結構その先生が気づけなかった視点で解決策が見つかったりアートな病気が見つかったりすることがあるんです。こんな事例をでですすすねねままとめてて紹介してあります各位私もです、ね 自信を持って診療していた方が、実は他の先生にたまたまかかったときに、自分が気づけなかった病気を発見していただいたということも多々あるんです。そんな自分のご失敗例なども含めたり、自分が解決することができたこともすべてまとめて、セキュラルにこう詰め込んでありますので、ぜひこの書籍をです、ね、一度読んでいただければなと思います。